海景は、鎌倉時代に活動した仏師。運慶と共に、鎌倉時代を代表する仏師の一人である。この流派の仏師は多く、名前に、喜びの字を用いるところから、喜び派と呼ばれる。海景は、安阿弥陀仏とも称し、その理史的、絵画的で繊細な作風は、安阿弥様と呼ばれる。三尺前後の阿弥陀如来像の作例が多く、罪名の現存作も多い。 会計作阿弥陀三尊像兵五県上土寺、会計作創業八幡田新造東大寺地蔵菩薩像、東大寺地蔵、菩薩像メトロポリタン美術館、会計の生没年や出自は明らかでない。資料上の所見は、受影2年の運慶願教である。運慶願教とは、物資運慶が願手となって制作された、北家ケ行で、全八巻の内軒一は放室、 巻2から巻7が、京都、新生極楽寺像、牧八が個人像となっている。この巻八末尾の奥書きに、血縁者の一人として、会計の名が見える。現存する作品のうち最も古いものは、ボストン美術館像の魅力菩薩立像で、文治5年の作である。この作品には、理知的な表情、細身の体型、絵画的に処理された絵文など、 会計の特徴的な作風がすでに現れている。現存する2番目の作品である、第五次美ホ院魅力菩薩座像からは作品に、交渉安網ダ仏と明記するようになる。会計風の様式の仏像を、安アアミ様というのはこれによる。この明記は会計が、北京の総意に認じられる兼任3年まで続く。会計は、日本の中世以前の仏師の中では、 例外的に多くの作品に名記を残している。自ら、交渉と名乗っていることとも合わせ、会計は作者としての意識の強い武士であったことが伺われる。また、安阿弥陀仏と称し、阿弥陀如来像を多数残していることから、熱心な阿弥陀信仰者であったことがわかる。会計は、運慶とともに、平重平の陛下で、壊滅的な被害を受けた、東大寺、幸福寺など、 何との大臣院の復興造物事業に携わった。研究5年には、東大寺注文の二天造のうち、多門天造を担当したが、これは現存しない。兼任3年には、東大寺南大門の金剛力士像の造営に、運慶らと共に参加している。東大寺での修辞会の際、過去町において会計は、大仏脇寺観音並項目店大仏師、会計方言と、 文字数も長く読み上げられ、功績が際立って大きかったことが示されている。会計は、東大寺大仏最高の大肝人であった長元と、関係が深く、東大寺の創業や渡上座像、同時春の離道、阿弥陀如来立像など、長元関係の像像が多い。三重、新大仏寺の如来像、兵庫、浄土寺の阿弥陀三尊像なども、 長元が設置した東大寺別所の像像である。会計の作品は、名記や関係資料から新作と判明しているものだけで40件、近く現存し、制作年が明らかなものも多い。また、東大寺、幸福寺、醍醐寺のような大寺院だけでなく、由緒の明らかでない正寺院にも、会計の作品が残されている。会計の没年は明らかでない。ただし、 京都府上陽市、極楽寺の阿弥陀如来立像の体内から発見された文書に、軽く三年の年とともに、過去方言、会計の文言があることから、この時点で、会計が個人であったことが分かり、この年が会計死去の加減となる。明記等から新作と確認されているものの、一覧である。十文は、重要文化財の略。北人は年方言人は、 上限2から4年の間なら国立博物館の特別展会計では以下の作品を会計作としている。このほか、名器はないが作風から会計作の可能性が高いとされている像として以下のものがある。ありがとうございます。